ってます。長くなりましたけども、じゃあ竹山さん、ちょっと一言。じゃあまあね、私が長く喋ったから、まあ一応。ありがとうございました。鎌倉原爆被災者の会、イチョウの会という会なんですね。イチョウというのは鎌倉のシンボルの木で、そのね、イチョウの会の方からお話をいただきました。先ほど戴冠式の前でご紹介させていただいたんですが、ここに、広島の平和の火が灯っているというのは、いくつかの偶然が重なって、ここに火が受け継がれているわけであります。もう68年、もう70年近く前の、広島の原爆の火がですね、今でも耐えることなく燃え続けているということはですね、広島のところに兵役で疲れていた、方がいらっしゃいます。九州の星野村の出身の、兵隊さんなんですけども、その方が、広島の市内に本屋さんがあってですね、その本屋さんが親戚だったので、その原爆投下の時にその本屋さん、親戚の本屋さんがどうなってるか心配になって、原爆投下からしばらくして、広島に入ってみたらですね、一面焼け野原で何も残っていない状態でした。で、その本屋さんのあった場所に行ってみるとですね、その本屋さんの地下の倉庫、本屋さんの地下の倉庫ですから本がいっぱいきっとあったんだと思いますけども、そこで、火がくすぶり続けていたそうです。そしてもう地面瓦礫ですから、その親戚の遺骨も何もない状態で、遺品もない状態だったので、その親戚の方のおじさんの遺骨の代わりとしてその火を持ち帰ったそうです。兵隊さんですから、カイロを持ってるんですね。懐にカイロがあって、そこのカイロの中に火を温めて灯して移して、そして九州の地元の星野村に持ち帰った、実家の仏壇の火としてですね、ずっと灯し続けていたそうです。そして、そのことを周りの人誰にも言わずに、息子さんにも言わずに灯し続けていて、何十年か経った時に、たまたまですね、その話が、周りの人に、その方がですね、一言を漏らしたんでしょうね。そのことを聞きつけた星野村の九州の今の 福岡県の八女市というところになるんですが、当時は星野村という村でした。そこの市役所の方が聞きつけて、ぜひ平和の日のシンボルとして役所でその日を預かりたいということになりました。ですからその日は役所に受け継がれて、役所の星野村の役場の平和の日の塔として、灯されたわけであります。で、そこからですね、全国12カ所にこの平和の日が設けられたことになるんですが、平成2年にこの大船の地にこの平和の日が設けられてやってきました。で、全国にその12カ所ほどこうその平和の日はあるんですけども、ほとんどが市町村がその日を守っています。公共の施設が守ってるんですが、被災者の方、原爆に遭われた方がお守りしているというのはこの大船観音だけなんですね。原爆の被災者の会の方が大切に大切にこの会場に火が絶えないように見守ってですね、今まで、灯し続けていらっしゃるわけであります。その貴重な火をですね、今日はキャンドルナイトとして広げています。ですから全国の中でその原爆の火が、原爆被災者の会によって守られているのは全国でここだけですし、その火を
キャンドルナイトとして広げているのは、おそらく全国でもここだけじゃないかなというふうに思っていますけれども、この梅雨の合間、数日前、昨日までは非常に雨が降っていて天気が心配されたんですけれども、見事に晴れ渡りまして、今星も出てますね、上に上げると。そして、後ろの方には大きな音が、ね、出ていますけれども、静かな夜が、だんだんと日が暮れていってますけど、今日は特にあのクリスタルボールの先方のトマルさんはじめ、このキャンドルナイトに演奏のために駆けつけてくださいました。水晶のこの器が広げます静かな音楽、こちらの方をしばらく楽しんでいただければと思います。